新たなプロレスの聖地、東京江東区ディファ有明です。プロレスリングノア旗揚げ第2戦メインイベントを迎えました。60分の一本勝負シングルマッチ、小橋健太対秋山純です。ディパーチャー、ノアの箱舟が出航しました。その主導権を握るのは小橋か秋山か。昨日はタッグを組んだ2人が今日は赤コーナー青コーナー分かれて激突。まずは秋山純入場。花道から現れました。ブルーからホワイトに生まれ変わった秋山、そのガウンの後ろにはスターネスの文字がありました。冷たく厳しい霊言スターネス、生まれ変わった秋山純、小橋とのシングルマッチ、青コーナーに立ちます。秋山純入場。入場テーマを変えました。これはバーニングのテーマです。昨日一夜限りで実現したバーニング、かつてタッグを組んでいた秋山との思い出の曲であります。何らかの小橋から秋山に対するメッセージでありましょう。小橋健太入場であります。旗揚げ第2戦のメインイベントはこの2人が務めます。小橋健太対秋山純。小橋健太入場。ディファ有明、超満員の観客が見守る。さあその花道の向こうスモークがたかれた。小橋健太、ノアの T シャツを羽織っています。そしてその視線の先、リング上の秋山純、一点を見つめています。昨日試合を下ったバックドロップ、その悔しさ怒りを胸に歩を進める小橋健太。プロレスリングのは旗揚げ第2戦メインイベント、小橋健太対秋山純です。本日のメインイベント、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー250ポンド秋山純、宣戦布告のバックドロップ秋山純。赤コーナー270ポンド小橋健太、リング上の戦いにこそプロレスの本質がある小橋健太。60分の一本勝負、小橋健太対秋山純の一戦であります。昨日はタッグを組んだ2人、しかし試合後秋山が小橋に放った宣戦布告のバックドロップ、怒りを胸にリングに立った小橋健太。小橋健太対秋山純、旗揚げ第2戦のメインイベントで激突です。スモークがたかれました。レーザー光線が光りました。火柱が立ちました。プロレスリングノア旗揚げ第2戦のメインイベントです。1年4ヶ月ぶりの対戦、逆水平膝を狙った秋山、ロープに飛んで小橋に対してラリアットを放った。自ら加速して逆水平は小橋、ジャンピングにかわした、チョップをかわして膝を狙っている、ショルダーアタックの小橋、立ち上がって喉元に逆水平チョップ。秋山がすかさずリング下にエスケープいたしました。旗揚げ2日目のプロレスリングノア、こちら小橋健太、このノア参戦、旗揚げから参戦でありますが、2ヶ月前に膝を手術いたしました。感知しないままこの箱舟に乗り込んだ小橋健太、そしてこちら秋山純。昨日は試合後、小橋のバックにもありまして宣戦布告のバックドロップがありました。秋山から小橋に明日はよろしくという強烈なメッセージでありました。ノアを自分の色に染めるか秋山純。かつてバーニングを組んでいた小橋と秋山、思えば秋山のデビュー戦の相手がこの小橋健太でありました。リングに戻った秋山、白のショートタイツ秋山、そして小橋はオレンジのショートタイツ。さあ逆エビに持っていこうという秋山です。体勢を入れ替えようとする秋山、さあどっしりと腰を落として体重がかかっている、それを腕の力で返していこうという小橋です。目の前にはサードロープが見える。返していきました。小橋が返した。膝を少し気にしています。
万全の状態ではありません小橋健太。そしてご覧いただけますでしょうか、右腕も昨日の試合で痛めました。満身創痍の状態でこの今日のリングに上がっている小橋。昨日は秋山純60分3本勝負のタッグマッチ、この小橋と組みまして三沢田植え組と対決いたしました。1本目は秋山が三沢からわずか2分でフロントネックロック、失神 KO レフリーストップ。そして2本目もこの秋山が田植えから取りました。わずか1日で三沢田植えという両巨頭を下した秋山純、今日この小橋を下して一気に主導権を握ることができるでありましょうか。グラウンドの体勢、秋山が小橋の膝を狙っています。長年のダメージの蓄積からこの小橋健太、膝を手術いたしました。まだ完全には治っていません。旗揚げ第2戦のメインイベント60分一本勝負、小橋対秋山のシングルです。入場時には秋山純、背中にスターネスという文字が入ったガウンを羽織っていました。スターネスを直訳いたしますと冷言、冷たく厳しいという意味があります。一方の小橋健太はバーニング、燃え上がる炎であります。さあ剛腕が巻きついたフェイスロック、頬骨のあたりに食い込んでいます。ねじ切らんかというようなこの小橋健太、体勢も十分だ、こらえることができるでしょうか秋山。昨日は秋山が三沢をフロントネックロックで締め落としました。ロープブレイクです。足が届いています秋山純。三沢を破り、そして田植を破り、昨日はタッグを組んだこの小橋と秋山が激突、第2戦のメインイベントです。昨日の旗揚げ戦では3100人ものお客さんがこのリファ有明に詰めかけました。会場内に入れたのは1800人、そして会場の外には大型のビジョンが設置されまして、その会場の外の駐車場でも1300人、合計3100人がノアの箱舟の出航を見届けました。その第2戦であります。さあ力勝負になりました。手四つの状態、右の肘のあたりに包帯テーピングをしている小橋。力勝負、意地がぶつかっています。両雄小橋、秋山投げていった。秋山距離ができました、長できました。60分の一本勝負です。鮮やかなグリーンのマット、プロレスリングノア。5分が経過しました。小橋と秋山のシングル、逆水平チョップ目の真正面に。さあ立ち上がってエルボーです。小橋の逆水平に対して秋山がエルボーで抑える。汗がミストになって飛んでいますディファ有明。さあロープに振った、ジャンピングに、小橋と叫んでジャンピングに、クリーンヒットいたしました秋山純。小橋を超えることができるでしょうか。かつて兄のようにしたい、そして高い壁、目標であり続けた小橋健太です。その小橋とのシングル、場外鉄柵へ小橋が切り返した。そしてあーた、小橋の大きな声が聞かれました。逆水平チョップ、鉄柵の外であります。鉄柵の外に立てない秋山純、その秋山のもとににじり寄って小橋健太が頭を捕まえました。険しい表情となってきた小橋健太、昨日の遺恨はもちろん忘れていません。怒りとともにリングに上がった小橋、場内でパワーパワー、リファ有明が揺れました。ドスンという重い音が響き渡りました。リファ有明、小橋が先にリングに戻ります。場外線鉄柵攻撃、そして逆水平、さらにはパワーボムを食らった秋山純が立てません。リングの中で仁王立ち、待ち受ける小橋。レフリー西永が場外カウントを数え始めています。カウント20でユーアウト負けということになってしまいます。
小橋は動きません。そしてこちら秋山の表情、エプロンサイドに手をかけてようやく立ち上がった。さあ待ち受ける小橋です。昨日は不意打ちを食らった小橋、秋山から小橋に対して明日はよろしくという思いがこもったバックドロップでありました。さあカウントが進んでいます。13まで来ている。セコンドには金丸の姿があります。秋山サイド、サードロープを掴んで今小橋が来ました。ロープ越しに体勢を整えてブレンバスターの体勢だ。さあ持ち上げに帰った。新たなプロレスの聖地ギファ有明の天井を目がけて秋山陣が真っ逆さま、滞空時間の長い小橋健太のブレンバスター。今小橋は膝の状態を確かめたでしょう。そしてすかさずカバーまで持ってきた。2カウントまで追い込んでいます小橋健太。秋山が2で返しています。昨日秋山田上と2連勝を飾った秋山です。さあ今度は顔面締め、小橋の太い腕が巻きついて、そして秋山の体勢がこのようにねじれています。状態が反り返っている。あリングのほぼ中央です。ロープまで手を伸ばしても届かない。さあこれは小橋が今度はギブアップを奪いに来たか。苦しい体勢だ、厳しい状況。秋山を締め落とすか、顔面締め、フェイスラックか、ギブアップを奪いに来たか。なおもねじ切ろうというこの小橋の、あこの表情、プロレスリングの旗揚げ第2戦メインイベント、小橋対秋山。さあどうだ、かわした、上げました、秋山肩を上げました。かつてはタッグを組み数々のタッグのタイトル王者に君臨いたしました小橋と秋山。そして昨日 8.5 旗揚げになりましたプロレスリングノア、迎えた第2戦、今宵のメインイベント、キッチンシンク、膝を当てていきました。2ヶ月前にメスを入れた膝、今度は前蹴りの状態、秋山が崩れ落ちています。先ほどの場外戦、そして場内に戻ってのフェイスロック、ベースをつかみつつあります小橋。今度はリングのほぼ中央でコブラの体勢、そしてヘッドロックも加えていきます。昨日およそ24時間前この旗揚げ戦メインイベントで勝利したものの、この秋山の不意をつくバックドロップを食らった小橋健太。今日の第1試合前リング上に現れた小橋健太、マイクを握り、リング上の戦いにこそプロレスの本質がある、このリファ有明に詰めかけたファンにそう語りかけました。そのリング上で秋山を捉えて足を伸ばしている秋山の膝のあたりを掴んで戻そうという小橋です。伸ばした、サードロープの先に足が出ていました。10分が経過しました。ロープブレイク逃れた秋山純、1年4ヶ月ぶりのこの小橋と秋山のシングルです。箱舟の主導権を握るのは小橋か秋山か。ローリンキゼリー、耳にぶち当たった、バックを取った、レッソーがっちりと入っています。逃れようという秋山、苦しい表情だ、首が決められている、動きが取れない、投げるかもしれない、決めるかもしれない、振りほどこうという秋山。秋山が前に出る、ロープがそこにある、伸ばした、ロープブレイクです。フルネルソンで持ってきました小橋健太、今度はコーナーに追い込んで毛先にチョップの連打、ふらついてきた秋山、容赦なく小星の重い技が加わっていきます。さあ再びバックを取って、今度はハーフネソン、ハーフネソン、スーパークス、脳天から落とされた秋山、小橋がチャンスを迎えています。さらに、あ今度はグラウンドの状態、さあフルネソンだ、腕とそして首を固定しました。ここから力を加えていこうという小橋です。先ほどはロープブレイクに逃れましたが、今度はリングのほぼ中央、足を絡めて動きをまず止めました。下半身の動きを止め、そして首を決めていく、
ハーフネルソンを食らった直後のこの技、首にそして頭部に非常にダメージがあります。腕を伸ばしたセカンドロープをつかみました。秋山昨日の旗揚げ戦メインイベントでは、秋山はミサをわずか2分でフロントネックロックで失神 KO に追い込みました。その後も田上からエクスプロイダーで3カウントを取りまして、ミサは田上を下しています。逆サイドのニュートラルコーナー、ジャンピングに跳ね返した、ジャンピングにを跳ね返した。さあ小橋の投手だ、立ち上がれるか。秋山潤後頭部を抑えています。ノアを自分の色に染めることができるか。秋山後頭部の当たりを蹴っていく小橋。リング上の戦いにこそプロレスの本質がある。ブレンバスターの体勢かわした、あーっと膝目がけた、ドロップキックか。まだ膝は感知していません。6月に膝を手術したばかりの小橋健太、なんとか間に合わせるという形でこのノアの旗揚げ初戦、そしてこの第2戦を迎えている小橋です。苦痛な表情の小橋が先ほど見られました。小橋が立てません。古傷である膝、まだ 100% の状態には程遠い状態だと思われます。その小橋が苦痛な表情、ニーパッドの下にテーピングを分厚く巻いています。距離を取った、あースライディングして、これはきつい。秋山が勝利にこだわっています。小橋を超えることができるか。弱点を狙っていく、勝負の鉄則であります。異常なる攻撃、冷たく厳しいスターネス。一方のバーニング小橋健太、バーニングの熱さとスターネスの冷たさがこのリングで激突しています。さあ今度はサソリに持ってきました秋山、これも苦しい状況だ。上体を起こした小橋、あー体重を落としていく。188cm 108kg の秋山、 187cm 118kg の小橋です。会場ディファー有明小橋コール、あー組み替えた、 STF だ。サソリから組み替えました、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック。サードロープに手を伸ばした、うん、切り替えて腕を決めました。伸ばした腕を持ってきた、巻き込んだ秋山潤、顔面も固定して顎を落としていく。足も決められています。手を伸ばす、左手を伸ばす、届くか、サードロープ掴んだ。さらにリングの中、膝十字、完全に小橋の膝を破壊しに来ました。ここまで超えることのできなかった高い、そして分厚い壁、小橋健太を秋山が超えることができるでありましょうか。昨日の試合後の宣戦布告のバックドロップ、すでにあの時から秋山はこの小橋戦のゴングが鳴っていたことでありましょう。不意をつかれた小橋健太、怒りを胸に今日この旗揚げ第2戦のメインイベントリングに上がりました。15分経過しています。1年4ヶ月ぶりの対戦、プロレスリングの旗揚げ第2戦、メインイベントの小橋秋山伸ばした。この一戦に勝った方がもちろんこのプロレスリングノア、ノアの箱舟の主導権を握ることはまず間違いないでしょう。もう一度組み替えて、今度は小橋が返していった、アキレス腱の状態、しかしまだ不完全であります。アキレス腱の掛け合いであります。かかとを落としていく秋山、秋山有利、グラウンドの状態、必要な秋山の膝攻撃が続いています。ブレイクがかかりました。レフェリー西永が割って入ります。秋山が離しません。デビュー戦の相手であるこの小橋健太、
かつてはバーニングとしてタッグを組んでいた両雄です。入場時には小橋はイントロ部分を変えてきました。バーニングのテーマを加えた合体テーマを持ってきました。そして蹴りも見舞っていく秋山、秋山が先に立ちます。戦闘モードに入っている。一方の小橋は今エスケープです。エスケープした小橋健太、その小橋のもとにセコンドの小林健太が歩み寄っています。声をかけています。ニーパッドの下に分厚くテーピングが巻かれているのが見えます。わずか2ヶ月ほど前に膝を手術したばかりの小橋健太、オレンジのタイツに青い文字でアルファベットで小橋という文字があしらわれています。小橋健太、ブルーから白に生まれ変わった秋山。さあ秋山が来た。徹底した膝攻撃、頭を掴んで膝を狙った。もう一度加速した。小橋が倒れました。小橋テイクダウン。小橋の膝が危ない。秋山がこだわっています。さあノーザンライトに来た。ノーザンライト、さあ小橋の表情が変わりました。締め上げてそこから投げていくか、ノーザンか。小橋が絞っている。秋山も粘る。いったー、ロンドネックチャンスリードロップ。スリーパー巻きついた。スタンディングでのスリーパー、腕が巻きついている。小橋が反撃ののろしを上げるか。右手が額のあたり、左手が首に巻きついています。組み替えた。スリーパースープレックスだ。脳天を抑えた秋山純。さあここから一気に畳み立てることができるか。いやしかし小橋も立てない。必要なら先ほどからの秋山の膝への攻撃を受けて技を放った小橋も立てません。ダウンカウントが入っています。秋山がまだ立てません。テンカウントで KO 負けになります。セブンまで来た。小橋が頭を掴んだ。無理やり引きずり起こして一気に形勢逆転か。パワーボムの体勢、膝にも体重がかかっています。ローリングキス切り、首を狙った。さあもう一度パワーボム落とした。ジャックナイフ、おっとダイビングのショルダー。グラウンド状態の秋山に対してダイビングのショルダー。20分を超えました。小橋と秋山、プロレスリングの旗揚げ第2戦のメインイベント、ハズレさん。小橋は秋山の首を狙っています。カウント 2.9。 秋山が小橋の膝を狙い、そして小橋は秋山の首を狙っています。さあここで先に立つか。膝の痛みをこらえ、そして昨日のあの怒りを胸に、さあ小橋が拳を握った。頭をつかむ至近距離だ。剛腕が火を吹くか。バックスイングだ。エルボー、秋山エルボー、ランニング式かわした。ジャーマン腕を取った。アームロック、腕がダメ、腕がダメに来た。これは苦しい。秋山逃れられるか。窮地に追い込んだ。さあ小橋がチャンス。秋山ピンチ、腕を取られている。ロープを目指すが左腕が固められている。おっと小橋が足で首の当たりをロックした。動きを止めた。ギブアップするか。秋山ギブを狙いに来た。小橋激闘となってきました。小橋と秋山、1年4ヶ月ぶりの対戦。腕がためを逃れました。少し膝を気にしながら小橋が先に立っています。先ほど20分を経過しました。ノアの箱舟、その主導権を握るのは小橋か秋山か。ローリングキスにブロックした。エクスプレーダーだ。
けさぎり、左腕でのラリアット、もう一発放てるか、どうした、すごいな、立ち上がった、ラリアット、後半が手を抜いた、秋山返す、秋山純が小橋健太のラリアットを返しました。昨日痛めたその腕を犠牲にしてでもラリアットを放っていった小橋健太、そのラリアットが秋山に効きませんでした。ディファ有明、超満員のお客さんから拍手が沸き起こっています。小橋がコーナーのタッチロープをつかみながら立ち上がった。さあ光のこもった握り拳、もう一発放つか。ターゲ第2戦のメインイベント、小橋が狙っている、小橋が来る、小橋が来た、連発のエクスプイダー、かわした、小橋返します。さあ一気に秋山が勝負を決めるか。エクスプイダーの3連発、先ほど小橋がラリアットを放ちました。秋山がにじり寄って首をロックした。さあエクスプイダー、しません、カバーしない、何か狙っている、首を軽ポーズを取った秋山、小橋の髪の毛を掴んだ秋山が、あっとこれは入ったか、昨日三沢を失神 KO に追い込んだフラントレッグラッカー、入ったか、動きを止めた、どうだ秋山、意識はあるでしょうか、小橋健太。プロレスリングの旗揚げ第2戦メインイベント、シングルマッチ、秋山純が小橋健太をフロントネックロックで下しました。昨日の三沢、ハウエ、そして今日はこの第2戦で小橋を下した秋山純。さあ力強が再び秋山に、しかしそれを蹴散らした秋山。プロレスリングとはノアの箱舟、その舵は完全にこの秋山が握りました。スタートダッシュに成功、秋山純。いや、僕が勝たないとやっぱ新しいものとは見えてこないと思うし、今まで通り上のね3人が勝ってたんじゃ今まで通りだと思うし、やっぱ古い感じの頭とか人間だとこの環境に合わないですよ、この演出とか。それ全てやっぱりみんなもったいないことしてますよ。普通やっぱりこういう仕事してたら、あそこの場面からバーンって出てきて、あそこまでお客さんがわーってなってたら、気持ち的にもっとこう普通はねぐわーっと燃えるものが出てくると思うんですよね。燃えるものっていうか、もっとこうぐわーっとね。ジャコバさんも、あのもう一つちょこう、なんていうかな、バッとこう人が向けてもらわないと、どうかな。だから逆に俺なんかよりもお客さんを引きつける要素っていうのがたくさんあるのに、やっぱりこっちに来てるっていうのはどっかやっぱり足りない部分があると思うんですよね。やっぱり僕は
ガンガン悪いことして、悪いことしてるか、悪いとこ攻めてるんだから、逆に僕の方が小林さんにもっとお客さんが肩入れしなきゃいけないところなのに、それがまあいい分か最後なんか僕に来てるということは、やっぱりその部分で何かやっぱり足りない、ね、もっと やってもらわないとやりがいがないですよ。で、新しいものにしようとしようしようと言っても結局個人が何にも変わってなかったら、じゃあ言葉だけかよっていうことになります。